石屋製菓プレゼンツアウンジェの北海道の四季。皆様こんにちは。和楽器ユニットアウンジェクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山です。アウンジェの北海道の四季、この番組では和楽器奏者である我々が二十四節気七十二候をもとに日本古来からの季節の捉え方を皆様と共に学んでまいります。その上で北海道の自然やグルメ情報を通して北海道の四季の魅力をお伝えする番組です。今週のアシスタントは先週に引き続きこの方。はい、こんにちは、しのぶえの山田美智子です。今日もよろしくお願いします。はい、みっちゃんよろしくお願いします。ということで、アウンジェ、先日ちょっと大きな発表させていただきまして、なんとですね、ニューアルバムが出ます。はい、イエーイ。それもただのニューアルバムじゃないっていうのもおかしいけど、アウンジェ結成してですね、年月重ねてまいりまして、はい、なんと次のアルバムで通算20枚目のアルバムになります。イエーイ。20枚ってすごくない？はい、すごいですよね。なかなか。ということでですね、ちょっと今日はですね、今まで出してきた CD をですね、実際に現場に持ってまいりまして、ちょっとラジオにご覧のラジオをお聞きの方にはちょっとこの圧力をどうお伝えしようかと思うんですけど、なかなかね、20今ここに手元にあるの19枚なんですけど、19枚の CD ってなかなかいっぺんに皆さん手に持たないでしょ。シングルじゃないですからね。シングルじゃないですからね。アルバムですから。すごいですよ、20枚。もう本当になんか歴史を感じますね。この1枚1枚見ると、あ、この頃こんなことしてたかもなみたいなね、いろいろ思い出す。これってもうこんなに前なんだなとかね、そう、この曲やってないなとか。あ、そうね、あ、そう、そういうのありますね、確かに。ということでですね、ちょっとここからはですね、しばらく、まあ、20枚の歩み、そうですね、皆様にちょっとお伝えできればなと思っております。なんかこの CD もありがたいことに、ほぼ毎年みたいなペースでね、そうですね、出させていただいてます。出させていただいてて、だから、アウンジェの歴史自体としては14年になるんですけど、それで19枚ですから、まあ、年1枚よりは多いペースでね。そうですね、まあ、ちょっとあのリバイバルでね、出してる CD とかもあったりはするんですけど、はいはい、まあ、それにしてもですね、ニューアルバムをほぼ年に1回のペースで ね出させていただいているんですが、そんなアウンジェのファーストアルバム、記念すべきファーストアルバムはこちら、和楽器でジブリ。これはね、もう忘れもしない、あのリーダーの良平さんがですね、はい、良平さんのお家行ってなんか面接じゃないけど、そうですね、そもそもこれがきっかけでアウンジェができた。そうなんですね、このアルバムを作るために。良平さんが、まあ、そういう CD を作りたいって言って、最初なんだったらおもちゃのチャチャチャを和楽器でやりたいみたいなお話をされてて、はい、ね、娘さんのために、はい。でそれからちょっとこう紆余曲折あって、まあ、じゃあジブリの曲を和楽器でやろうっていうことになりまして、うん、まあ、和楽器ばっかり集めて、はい、でその前にね、良平さん家にこうそれぞれメンバーかっこ入っていって、うん、で録音もみんなでね、せーので集まったりしてないんですよね、最初。そうかもですね、徐々に。そう、多分スケジュールが重ねていった、うん、スケジュールの合う日でどんどん入っていって、で僕割と後半の方とか割とずっといて、最後の方に入れた記憶があるんですけど、あの面白かったですよね、どんどん出来上がっていく様が。私は緊張しかなかったです、この時は。レコーディング自体したことほとんどないぐらいな感じだったんですよね。その師匠の一層先生のレコーディング一曲参加したかなぐらいだったような気がして、じゃあ分量としては結構ありましたね、はい、で皆さん、良平さんと小江さんはうんさんで有名だと知ってたんですけど、うんうんうん、他の子は初めましてで。そうだね、はい、初めましてで、その時ドキドキな音が入ってますここに。そういっぱいね、いっぱいいろんな音とって、そうですね、まあ、出来上がったアルバム和楽器でジブリが、はい、まあ、1枚目ここからスタートしまして、で2枚目作りましょうってなった時に、まあ、桜にちなんだ楽曲を、うん、集めようって言って、まあ、その名も桜っていう CD を作ったんですよね、はい、そうなんです。これもなんかそうなんかね、そういう経緯言ったらおかしいですけど、あの皆さんどういうふうに考えられるか分かんないですけど、グループユニットっていろんな結成のされ方あると思うんですよね、はい、例えばもともと仲良しだった人たちが、うん、あのじゃあ
グループ作ろうぜってなるパターンもあれば、うんうん、まあ、今回の僕らみたいに、はい、まあ、何か目的があって、うん、まあ、僕らの場合は CD を作るという目的があってそこに集まってきて、うん、でそのこの桜の CD 作るまでの間も何回かね、はい、本当に年に2、3回ぐらいのペースかな、うん、で、あのコンサートであったりだとかすることもあったんですけど、そうで我々結局何なんだろうみたいな悩みがある中で、うん、まあ、桜っていう CD を作りましょうと、うん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 、でなんかいろいろ要望出したりしたんだよね。次作るんだったらこういうことしたいとか、うん、あれそうなんだ、私多分もう全然そんな状態じゃなかったきっと右も左も分かってなかったなんかそう、うん、あれもうなんだろうな、1枚目作るときって、うん、きっちりこういうアレンジでこういう風に曲を作ろうじゃなくて、はいはい、どういうことができるか分かんないからとりあえずみんなが思うこの曲の、うん、イメージをいっぱい演奏しようと、はい、メロディーだけじゃなくてハモリであったりだとか、うん、ちょっとまあベースの音っぽいことを吹いたりとかっていろんな音を取って最終的に、まあ、四者選択して、出来上がった我が君ジブリに対して最初から共通の方向を向きたいよっていう意見が多分出てきたのが桜だったんですよね、はいはい、でもそのなんかメンバーも、うん、だから和楽器でジブリはですね今の7人よりももうちょっと多いメンバーで収録したりしてたんですけど、うん、そう どのメンバーがどういう思いを持ってどうやって次 CD 作るのって、はい、そうですね、そもそもユニットとして続いていくっていうところまでまだ最初の頃は話がなかったので、うん、そういうところから見つめ直して作った次の桜のアルバムですね。結構だからそういう意味では思い出深い気がしますね。そうですね、編曲もね、うん、作曲家のそういう和楽器をアレンジしてくださってる方にいろいろ編曲してもらったりとかもしています。はい、はいはい、桜。そしていよいよ登場の3枚目がですね、うん、オリジナルアルバムということで、アウンジェイも今となってはオリジナル曲もねすごいたくさんあって100は余裕に超えてますよねきっとね、はい、初のオリジナルアルバムということでですね、うん、道というアルバムを出させてもらいました。これは実はね僕、うん、僕この CD ね作曲が間に合ってなくてね曲入ってないんですよ。はいはい、そうですそうです、これね全員が作曲したわけじゃないんですよね。そう、強いて言うなら、はい、2曲目の旅立ちの管楽器のアレンジだけちょっとしたけど、そっか、手書きの譜面でしたよね。そう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 、そう、私もこの頃まだ手書きの譜面で、みっちゃんはここで、はい、私は海の道という曲を、うん、はい、まあ、今もね、まあ、演奏することありますけど、はい、でもこれもやっぱり今回のアルバムで作曲したっていうよりは自分の中で作ってたオリジナルの中で、うんうんうん、この曲はアウンジェイで合うんじゃないかなっていうのでやっていただいたんですけれども。なるほどね、うんうんうん、はい、ちょっとずつねみんなのオリジナル個性が出てき始めたのが道というアルバム。でここからですね、はい、やっぱりこう日本の童謡唱歌を和楽器でまたやりたいねみたいな話が出まして、うん、美しき日本の響きっていうタイトルでね、はい、CD を作りました。これはもう本当に、まあ、ふるさと、うん、海、浜辺の歌ってことをはじめですね、四季ごとにですね春夏秋冬みたいな感じで、うん、童謡唱歌をですね全13曲、これもだからメンバーみんながそれぞれね、はい、アレンジをして、うん、それぞれ何曲か担当しましたね。僕ね 1,2,3,4 曲ぐらいやったのかな。夕焼け小焼けと仰げば尊しと、うん、おぼろ月夜とかな、3曲だったでもさっきの道よりはねかなり貢献してる、ね、頑張り始めたすごいやる気がだんだん出てきた。いや、やる気はあったんだけどねはい、みっちゃんこれ、ね、待ちぼうけとかでしょ。そう、待ちぼうけともみじ、すっごい、そう、暗いもみじ、はい、いや、カレー、バラードのね散りゆくもみじを、全員じゃなくて、はい、琴十七弦と笛尺八三味線かな、そうですね、寂しい感じで、寂しい感じの、このそのもみじ好き、うん、はい、あと良平さんのアレンジした この道をちょっと一緒に、はい、あ、はいはいはい、アレンジさせていただいたりとかしましたけれどもね、なんかね、そう、割となんか楽しかった、面白い楽しいアルバムになってますね、うん、はい、そして続いてはオリジナルがついに2枚目が出ます。出ました、8人の響きというですね、今度こそみんな作曲したんじゃない、したよ、これはしてるこれはちゃんとしてる、そう、今度こそ私もアウンジェイのために作曲した僕もそう、アウンジェイのための初の作曲でオリエンタルジャーニーという曲を作曲させてもらって、
いやこれもでも個性の ね溢れた番組の最初にいつも流れてる、あ、そうです ねこのラジオの冒頭で流れてるタラララララっていう、うん、あれがねオリエンタルジャーニーっていう曲なんですけど、そうなんかそう、うん、懐かしい、やっぱ CD 一枚一枚見てるとその時その時のことを思い出しますね。そうですね、この8人の響きのパッケージがですね、これ今この形では販売してないんですけど、うん、見た目がですね、これ着物の帯だったかな、うん、帯を取り入れて作っていて、そうですね、かっこいいよね、かっこいいですね、うん、そしてですね、まあ天気と言ってもいいんじゃないでしょうか、この後ですねワンアジアジョイントコンサートっていうのを始めるんですね、アウンジェイが、まあ ASEAN というのはまあ、なんていうんですか、東南アジアの諸国、10カ国が加盟している ASEAN っていうのがあるんですけれども、はい、まあその ASEAN の、国々の民族楽器のメンバーと、はい、そして日本の民族楽器が集まって、一緒に音を出しましょうと、一緒にワンアジアを作りましょうということで、カンボジアのアンコールワットで初の、まあ、1回目のワンアジアジョイントコンサートっていうのを、記念すべきワンアジア1回目ですね、はい、やったんですけれども、はい、まあ、この時は、まあ、このカンボジアとインドネシアと、うん、タイとベトナムの4カ国ですね、それに、日本が加わった5カ国語のメンバーがですね、それぞれ集まって、はい、まあ、ライブをねしたんですけれども、この CD がですね、はい、ワンアジアジョイントコンサートメモリアルっていう CD 出しまして、うん、これはね曲数としては3曲でね少ないんですけれども、はい、このブックレットがむちゃむちゃ32ページだったかな、むちゃむちゃ豪華で、でその実際にカンボジア行った時の、模様だったりだとか写真がたくさんあって、でメンバーそれぞれのねあのコメントみたいなのも写真とともにあったりとかして、うん、ありますね、みんな若い若いこれ何年ワンアジアジョイントコンサートは2014年なんでもう8年前です、ね、そらそうなんですね、8年の年月はあれですよ、ありますよ、それなりにありますよ、いやすごい、もうこれ見てるだけで楽しそうですもん、見て楽しそう、アジアのメンバーと一緒にやっぱりみんなでね海外の人と一緒にやるっていう、このなんかね楽しかったね、これ年末にコンサートがあったんですが、8月夏頃にね下見行ったんだよね、はい、それぞれ4カ国に、うん、メンバーがこう散らばっていって、うん、でそのメンバーとこう交流をして、はい、でその4カ国最終的に回って最後にカンボジアでみんなが大集合するみたいな、あーなんかもう話してたらすごいな、行きたくなってきたまた行きたくなってきましたね、ワンアジアのメンバーね、もうまたに、はい、ということでまだ6枚のご紹介ですけれども、もうねもうこれでもだいぶ駆け足に進みましたけどね、はい、まだまだ CD たくさんあるんですけれども、うん、来週、そのまた次の週とですねこの CD について、ご紹介させていただきたいと思います。そしてね、まあ、あれこれ、ニューアルバムの日にちって言っていいんでしたっけ、もうこれ、はい、OK、そしてですね、まあ、5月の11日ニューアルバムは5月の11日ということで、まあ、どんな内容になるかはおいおいちょっとずつねご紹介させていただきたいと思いますけれども、はい、ぜひ皆様20枚目のアウンジェのアルバムも楽しみにお待ちください。ありがとうございます。ということで最初のオリジナルアルバム道から今日の1曲目をお届けしたいと思います、その名も道をお届けします。
アウンジェイの初のオリジナルアルバム道より道をお聴きいただきました。はい、さあまだまだ CD たくさんあるんですが、ここで今週の石谷製菓さんのスイーツご紹介させていただきたいと思います。今週のスイーツはなんかね、またちょっと若干変わり種なんですね、その名も作るラングド社作るです。トカチ新村牧場ミルクジャムホワイトチョコレートセット。これね、はい、作るってカタカナで書いてあるんですけど、これ何かっていうと、うん、ラングド社、まあ、このクッキーの部分ですね、はい、ラングド社と真ん中にミルクジャムが入ってるんですね。瓶に入ったミルクジャムが、これまさかの自分で、うん、このラングド社、まあ、あの白い恋人って、はい、ラングド社とラングド社の間にあのミルクチョコレート、ホワイトチョコレートが挟まってるじゃないですか、はい、あの真ん中に挟むのを自分でやっちゃおうっていう、うん、やったことない、楽しい感じの、はい、お菓子となっております。これ早速やってみようかな。サクサクに焼き上げたプレーンなラングドシャーと石屋オリジナルのホワイトチョコレートを使ったオリジナルのミルクスプレッドで楽しむ自分で作るスイーツ、うん、ミルクスプレッドは十勝新村牧場と石屋がこのために共同開発しました。放牧牛乳の美味しさにホワイトチョコレートのコクが加わった北海道を感じる味わいです。ホワイトデーにもおすすめですということでね、5日後に控えました。とろとろ、おー、美味しそうなミルク、これ直接ガブっていきたい、美味しそうでございます、ね、ちょっとさじゃあ、うん、先によいしょ、すごい、こうもうちょっとたっぷりいっちゃう、濃厚な感じがする、もう見るからにミルクが、うわー美味しそう、おーたっぷりですね、はい、たっぷりいきました、はい、ラングドシャ、これいいね、でも好きな分量を自分で調節できる、はい、こんな感じで今挟みましたけれども、いただいてみたいと思います。うん、うんうんうん、もうあのラングドシャがサクサクなのはもちろんのこと、この塗りたてのこのクリームがトロトロの、あーミルクのいい香りと、ほんとだ、あの固まってない、うん、だね、チョコが、そりゃそうだ、そりゃそうだ、今ここで一瞬で固まったらすごいか、うん、あなんか優しい味、すごく優しい味、そしてこれパンとかにもつけて食べたい、あそう、うん、これあの石屋さんのですね、石屋 G という、ね、サイトで販売をしているんですけれども、うん、トカチ新村牧場ミルクジャムのおすすめアレンジの紹介っていうのがありまして、はい、ラングドシャーと合わせるのはもちろんパンや飲み物との相性も抜群ということで、ジャムの代わりに焼きたてトースト、うんうん、絶対ホットケーキ合う、砂糖やミルクの代わりにホットミルク、うん、あーコーヒー、いいね、はいはい、紅茶、うん、そして料理の隠し味にカレーシチューなどに入れるのもいい、うん、カレー、カレーって、はい、ほら甘いの蜂蜜入れたりとかさあ、隠し味にチョコ入れてますもんね、料理、あねチョコ刻んだの入れたりしますよね、すごいこれ舐めたいんですけど、舐めちゃえ舐めちゃえ、もう絶対美味しいよ、絶対美味しい、うん、うーん美味しい、あーあー、うーん、これはねあのちびっこに与えちゃダメなやつです、そうね、ミルクだけでも十分美味しい多分一生食べてます、うん、そう一瞬でなくなるやつ、うわーこれ美味しい、ほらジャムとかこういうクリームとかって、うん、それだけで食べると、うん、ちょっとこう、はい、きつすぎたりするけど、これね、これだけでもいけちゃうね、うん、すっごく美味しい、美味しい、すぐさらっと消えてなくなる、うん、甘さが、ということで今週お届けした、はい、ご紹介したのは石屋さんの作る十勝新村牧場ミルクジャムホワイトチョコレートセットを、ご紹介させていただきました。石屋 G さんの、石屋 G というサイトで販売をさせていただいております。なんとですね、これ今日ご紹介したのはミルクジャムホワイトチョコレートセットなんですけれども、味が3種類あって、ミルクジャムプレーンセット、ミルクジャムショコラセットと味も選べますので、ぜひぜひ皆様お試しください。はい、ここからは二十四節気七十二候のご紹介をさせていただきたいと思います。日本には
七十二候という72の季節があります。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることできめ細やかな季節の移り変わりを感じることができます。ということで、ここまでというかこの放送始まってもう3ヶ月とちょっと経つんですけれども、はい、毎週この七十二候に合わせて、尺八忍笛で、もしくは尺八と尺八だったり、はい、その場で即興演奏をねずっとさせてもらってきたんですけど、うん、ちょっと一回ちゃんとって言ったらおかしいけど、うん、簡単に曲を作ってみようか。そうね、そろそろね、そろそろねそろそろ曲作ろうか。もうなんだろうな、即興じゃない形で演奏できたらなと思ってまして、うん、2週にわたってですね、はい、ちょっとこうなんだ知恵を出し合いながら簡単に曲を作ってみようじゃないかということでですね、今日からというか今週からですね、二十四節気が啓蟄というものに変わりました。これまた変わった字なんですけど、天啓の啓、神様からの、ね、お知らせみたいな天啓の啓に蟄っていうのがね、左上に幸せ、右上に漢字の丸、下に昆虫の虫、虫ですね、で啓蟄という陽気に誘われ土の中の虫が動き出す頃のこと、一雨ごとに春になる、そんな季節の気配を感じながらということでですね、で、まあ七十二候が、はい、今ちょうどなんですけど、巣ごもりの虫戸を開く、巣ごもりの虫戸を開く、まあ、虫が出てくる頃ですね、で次が、桃初めて笑う、もこう笑うっていうのが花を咲くことを笑うって言ってたらしいんですよね。確かに、昔あの桃のね華やかな感じ可愛くて笑ってる感じしますねそう言われてみたら。そして、うん、マッコウがナムシ、蝶とカス。ナムシ、ナムシ要するにあの芋虫ですよね。ナッパの虫、ナッパにいる虫が蝶に変わりますと、サナギが羽化し蝶に生まれ変わる頃、この啓蟄の、3項ですね、初項、次項、末項、この3つをちょっとこう、こんな、これは例えば虫が戸を開くのはこんな感じじゃねとか、桃はこうやって笑わないとか、蝶はこうじゃないみたいなのをちょっとお互いに割り振ったりとかですね、こんなのどうかっつってちょっとやってみようかと思うんですけど、これどう、俺なんかやっぱ蝶は忍びじゃないかなってなんとなく思うんだけど、そんなことない？ああ、そうかな。そうでもなかった。いや確かにね、高音なのでいいかもしれないです。尺八より高音でかな、うん。羽ばたく感じね。これそうやっぱ皆さんなんだろう な、作曲ってどうしてるんだろうみたいなね話もあると思うんですけど、はい、いろいろだよね。だからその例えばフレーズがパッと思い浮かんで、うん、あこれってなあれっぽいよねみたいな。はいはい、いろいろ考えたりするんですけど、そうですね、どこからできるかもその時々で変わっていくんですけど、うん、これどうかな。巣ごもりの虫戸を開く、桃初めて笑う、ナムシ蝶とかす、まあ、笑う感じ、咲く感じ、虫、桃、虫これ、はい、ちょっと今言っては見たものの、うん、想像以上に難しいそうだなまあやるしかないが、どうだろうな。なんか例えばさ、こう、うん、笑う、咲く感じ、はい、咲く感じってどっちか言ったらやっぱりさ音が上がっていくイメージじゃないこう、うんうん、なんかさ例えばさってやっちゃうと、そうやっぱり咲くというよりはしぼむみたいな感じだから、うんうんうん、まあ咲くのは多分上がっていく何かがフレーズなんだろうな。で巣ごもりの虫戸を開くってなんか虫戸を開くか、巣ごもりの虫戸を開くか、なんかなんか分かんないけど、こうボンボンバラーみたいな、じゃんじゃん、分かった、それに乗っていくわ、それに乗っていったりとか、うん、で最後なんだ、ナムシ蝶とか、やっぱ羽ばたく感じだよね。そうね、羽ばたく感じを忍笛でちょっとやってもらったりとかね、うんうんうん、そうね、なんか出る今、
あーいいね、もう飛び始めてるね。今のかな。これでもほらナムシ蝶と蚊数だから、こうイモムシのこうさなぎのなってるところから浮かして出てくるみたいなところもあるもん、ね、もう今飛んでたよね完全にねといった感じでですね、はい、次週のこの四十二項のコーナーで、ちょっとこう、うん、ちょっと考えた形で、はい、曲を披露しようかなと思いますので、作戦練っていきたいと思いますので、皆様こうご期待ということで、どんな曲になるか楽しみにしていてください。今週の七十二項、啓蟄の巣ごもりの虫戸を開くでしたが、来週啓蟄この三項合わせて曲を披露させていただきます。さあそれでは本日の2曲目、今月は3月ということで、桜の曲をね、札幌の皆様も、待ち遠しい春、この桜を待ち遠しく思ってると思います。まずはね曲で桜の気分になっていただければなと思います。お届けするのは小袋さんの桜をアウンジェでカバーしました、桜お届けします。
今週もお届けしてまいりました、はい、アウンジェイの北海道の四季、お楽しみいただけましたでしょうか。まあね、 CD、うん、ニューアルバムがの制作が発表になりましたので、はい、5月の11日皆様楽しみにしていただきたいと思います。今までのね CD を聴きたいという方、イオンモール札幌ハッサム店の玉光堂さんにてアウンジェイの CD、ジブリ桜などの和楽器シリーズ含めオリジナルアルバムも含めた10種類店頭に置かせていただいておりますので、はい、よろしかったらぜひぜひハッサム店の、うん、玉光堂さんチェックしてみてください。アマゾンなどでの、CD の販売もございます。そしてですね、アウンジェイの公式のホームページでも、最新のニューアルバム、最新のニューアルバムって、ニューアルバム巡る森全員のサイン入りの、CD も販売しております。そしてこの放送、アウンジェイの北海道の四季はですね、三角山放送局さんのポッドキャスト、そして、毎月月末にはオンエアの模様を動画にして YouTube で配信させていただいてます。三角山放送局さん、そしてアウンジェイの公式チャンネルチェックしてみてください。そしてですね、今ライブを、行っております。アウンジェイ番外編と題しまして、アウンジェイの、メンバーの中からピックアップして、メンバーを選抜して、3月の26日土曜日、山々の部屋ということで、山下さんと内緒話、山田あずみ、山がいっぱい、はい、山田あずみ、山田美智子、山下、ゆき子さんですね。そして4月の16日土曜日もミートリオ、石垣とおことの市川新、山野あずみ3人でお肉大好きミートリオをお届けしたいと思います。この模様がですね、配信もチケットございます、うん、ぜひぜひ札幌の皆様にも楽しんでいただきたいと思います。1週間のアーカイブもございますので、ぜひぜひちょっとねライブの模様も楽しんでいただきたいと思います。お願いします。それから皆様のゴルメ情報などもおま、はい、これライブのお知らせがある。そうかそうか、ごめんなさい。そして、ライブのお知らせです。ニューアルバム発売にあたりまして、レコ初ライブを開催します。やっほーい。5月21日、場所は横浜のにぎわい座です。詳細はアウンジェイのホームページでお知らせをいたします。ぜひチェックしてください。はい、お願いします。また皆様からのグルメ情報もお待ちしております。ツイッターの三角山放送局にぜひぜひコメントください。いただく際にはハッシュタグアウンジェ 4S、 ハッシュタグ AUNJ4S を入れてつぶやいてください。はい、お願いします。それでは今週も、お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。お届けしたのは尺八担当石垣星山と忍え担当山田美智子でした。また来週。またねー。